はい、どうもこんにちは、寺井です。今回はね、英語版ガイマークローズという内容について、僕の見解をね、お話しさせていただけたらなというふうに思います。皆さん、このメールね、来ましたでしょうか？こちらね、5月20日に、全ショッパーに対して来ているようなメールになるかなと思うんですけれども、2024年ですね、7月31日をもって、英語版ガイマーがクローズしていくというような、そんな内容の、お話になります。で、クローズした先に、違うようなサービスをリリースしていくのかだったりとか、英語版バイマークローズに関して、次のステップでの行動というのはまだ示されてないような、そんな状況になります。今回この動画ではですね、英語版バイマークローズによって何が起きていくのか、これ我々ショッパーに対してどんな影響があるのかというところだったりとか、今現在のね、このバイマーの状況だったりとか、これからバイマーがどうなっていくのかというところ、あくまで僕の予想になりますけれども、見解予想についてお話しさせていただけたらなというふうに思います。改めまして、寺井大樹と申します。今現在はバイマーのショッパーをやっており、今年で6年目、そろそろね、7年目に入ろうかというところなんですけども、長くバイマを行っております。またね、今からバイマを始めていきたいという方に向けてスクールの方も運営させていただいておりまして、下記概要欄には生徒さんとの対談動画などもありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。また今現在、下記概要欄の公式 LINE アット、こちら登録していただいた方限定で、超有料級の寺井大樹バイマ初心者入門マニュアル、こちら無料でプレゼントさせていただいておりますので、まだ受け取ってないよという方は、ぜひ受け取っていただけたらと思います。ということでね、本題に入っていけたらなと思うんですけれども、そもそもこの英語版バイマというところなんですけども、バイマっていうのは、基本的にはエニグモっていうね、この日本の企業で、日本のお客様を対象にして、ブランド品のね、EC サイトという位置づけで、シャネルだったりとか、ヴィトンとかエルメスとか、こういった商品をお客様が買えるよみたいな、そんなサービスなんですけれども、買い手っていうのは基本的には日本人が多いんですけれども、日本サイトなので、海外のお客様にも売れますよというのが、英語版バイマのサービスだったんですよね。我々このパーソナルショッパーからすれば、日本のお客様にも売れて、海外のお客様にも売れるのであれば、販路がね、広がっているわけなのでね、ありがたかったサービスの一つなんですけれども、その中のこのね、英語版バイマっていうのがなくなってしまうということになります。この今まではね、日本語版のバイマに、僕たちが例えばシャネルの、バッグを出しました。そしたらそれが翻訳されて自動的に英語版バイマにも出品されてるみたいな、そんなことが起こっていたんですよね。自動で出品されるので楽だったとか、そういった背景もあったりします。日本語版バイマと比べて、この英語版バイマっていうのが、こういったお客様が海外の方であるというところね、違いとしてお話しさせていただいたんですけども、ルールもね、ちょっと違っていたんですよね。このあたりっていうのが、ちょっと今回のね、バイマの英語版クローズというところに繋がってくる可能性もあるかなというふうに僕は見ているんですけれども、例えば、自分たちショップが英語版バイマで受注されて、海外のお客様に対して発送しました。そしたら、お客様のもとに届いていようが届いていまいが23日後取引完了されるんですよね。そうなんだと思われた方もいらっしゃるかなと思うんですけども、ショップからすればもう送っちゃえば終わりなので、結構ね、気が楽だったというか、そこが実際、ぶっちゃけたところになります。そんな中でね、実際に届かなかったりとか、届くのがめちゃめちゃ遅れちゃったみたいなところで、お客様と揉めるだったりとか、お客様からクレームが入るだったりとかっていうのは、基本的に全部バイマ事務局が処理していたんですよね。そんな中で、そういった取引に関する保証だったりとか、サービスの補填だったりとか、そのあたりの負担っていうのがバイマ事務局としても大きかったんじゃないかなというふうに僕自身は予想しています。もちろんね、こういったね、保証だったりとか、このクレーム対応だったりっていうのは、日本版のバイマでもね、バイマが仲介してくれて、ショップを守ってくれるってことはあったりするんですけれども、それが英語版バイマだとより多かったのかなというような背景があるというふうに予想しております。こういったトラブルだったりとか、英語版バイマもね、香港とアメリカを中心に、こういった広告費をかけてね、英語版のバイマありますよというふうに宣伝してたっていうところは、僕もね、サイトだったりとか、バイマからのメールをね、見る中で知っていたんですけれども、結局こういった費用対効果っていう部分です。広告費をかけてお金を投資して利益を得ていくということがバイマの目的とするところであって、ビジネスなのでね、当たり前かなと思うんですけども、広告費をかけて海外の方が買ってくれる、これはもちろん売り上げが上がっていいんですけども、例えばその中でクレームだったりとかトラブルだったりとかある、それに割かれるバイマ本部事務局の人的コストだったりとか、あるいは保証しなければいけないバイマの負担金額だったりとか、こういったものが広告をかけた割には合わなかったのかなというところが予想されるところだというふうに思います。バイマの今の現状というところね、僕の予想なんですけれども、皆さんのね、意見もありましたらコメント欄で意見シェアしていただけたら嬉しく思います。そしてね、これからのバイマというところでね、最後にお話しさせていただけたらと思うんですけれども、実際に英語版のバイマと、日本語版バイマの売り上げというか利益が、僕自身はどうだったかというと、英語版バイマが大体1割ぐらい。で、日本語版バイマが9割ぐらいの利益、でした。もちろんね、英語版バイマがそっくりそのままなくなるということであればね、10% この利益が減ってしまうというところでね、非常に僕としては痛手なんですけれども、一方でね、そこまで正直こういった利益が上がっていなかったと
ていうところっていうのは、まあ、まだね不幸中の幸いだったのかなというところで楽観的に見ているような部分も僕自身あったりしております。一方でこのバイマの動きっていうところも合わせて予想させていただくと、英語版バイマにかけていた広告費だったりとかっていうのがあって、これをどういうふうに使ってバイマとしてもこういった事業としてエニグモ自体の収益化を上げていくかというところもね考察していくことはできるかなと思うんですけども、その分の広告宣伝費とかを新しいサービスだったりとか、日本版バイマをさらに日本中に広げるような広告宣伝費にかけたりとか、そういうことができれば今までの日本版で取っていた収益っていうの自体が大きくなっていくっていう場合もあるかなというふうにも予想できますので、英語版バイマの先のエニグモの動きというところも注目していけたらいいのかなというふうに思っております。まあ、今までもですね、このバイマの著作権問題によってこういった画像は使わないでねだったりとか、こういったことはダメだよということをしっかり周知して、ブランド側とのこういった著作権についても、まあ、一定のねいい関係を各ブランドと取っていったりとか、あるいは中国で流行っているというお話もしましたけども、こういったライブコマースっていうのを試験的に取り入れてみたりだったりとか、こういったね新しいものをしっかりね始めていくっていうね、こういった経営判断ができる会社だというふうに僕は思いますし、あとはこういった今回みたいに何か採算が取れないものというのはもうすぐにやめちゃうみたいな、こういった経営判断が取れていくってところもね、僕はすごいいいなっていうふうに思っていますし、評価してますので、まあ、引き続き僕はこのバイマっていうのは、まあ、いい会社で、いい、こういったビジネスだというふうに考えておりますので、まあ、引き続き僕はね、バイマの方を続けていきたいなというふうに思っております。まあもちろんね、これないとは思うんですけれども、こういったバイマ自体が潰れてしまうみたいな、こういった未来っていうのは 0% では絶対にないですよね。バイマっていうのは人間がやってることで、ビジネスなのでですね、そもそも。何があるかわからないというところはあると思います。まあそんな中で、バイマだけにやっぱりこだわっているっていうことも、まあもちろん良くないですよね。こういった僕のように発信をしたりとか、あるいはこういった動画編集だったりとか、他の物販、Amazon とか eBay とかもありますけれども、まあいろんなビジネスにチャレンジしていく、収入の軸を垂れていく、複数横展開して、いくってこと、そういった考え方もね、僕は重要なんじゃないかなというふうに思います。が、何かこういった収入軸が立っていないと、横展開すら、まあ、すべきではない、とりあえず1個収入軸立てないよってことになっていきますので、まずは1個ね、収入軸立てていけたら皆さんいいんじゃないかなというふうに思います。そんな中で、僕は本当にこのバイマっていうビジネスは、こういった無在庫でリスク少なくできたりとか、高値売りができて少ない回数、少ない取引で稼げたりとか、そういった中で初心者に一番初めてビジネスをやる方に対して、めちゃめちゃおすすめのね、ビジネスかなというふうに思いますので、ぜひね、バイマに興味ある方は始めていっていただけたらいいのかなというふうに思います。まあ、以上になります。まあ、最近のね、ニュースというか、まあ、時事ネタというか、そんな切り口から、いろいろお話しさせていただけたかなと思うんですけども、何か参考にしていただけたらと思います。まあ、こういったね、バイマに関連するお話、バイマで稼ぐための情報、見逃したくないよという方は、チャンネル登録と、この動画がいいねと思ったら、いいねボタン、こちらを押しておいていただけたら嬉しく思います。では最後までご覧いただきありがとうございました。本日はこちらで失礼させていただきます。